しないでだらだら時間過ぎちゃったから、まあ、じゃあできるとこまでベッド組み立てようかって感じです。はい、イズログです。で今日は、2段ベッドになりますね。で昨日の雨がなんかちょっと続いたんですよね。なんで天気悪いんで、作れるところまで2段ベッドを作ってみようと思いました。でまあ、取扱説明書じゃないや、組み立て説明書には1時間半でできるっていう指示内容ですけど、これ1時間半じゃ組み上がらんですね。やっぱりその図をちゃんと見ながら組み立てるっていうものなんですけど、特にあの表と裏ですよね。あのビス穴が4つだったり3つだったりするんで、その向きを絶対間違えられないし、で、あの進んでいくと、あれなんかここにビスの穴があるはずだけどないよとか、それでね、裏表が逆だったっていうことに気づくことはまあだらにあったんで、まあ、正直あのきついですね。そういう出戻しが発生してくるとかなりきついですね。なんでそういうものであのかなり、ロスが出ましたね。まあ仕方がないことなんですけど、まあ、絶対間違えないようには作れる人は作れるんでしょうけど、手直しっていうか手戻しはなかなか出ますね、これ。絶対1時間半じゃ組み上がんないですもん。相当な手際の良さっすよ。で少なくとも絶対あれ機械締めでやってますよね。六角のインパクトで。じゃ、これはちょっときついっすね。まあ、まあ、もうちょっとね、ベッドサイズは間違っちゃったんですけど、まあ一応設置しちゃったから、まあこれでいこうかなっていう感じです。はい、まあ疲れたな、今日は。じゃあここまでですね。で、誤算があるんだけど、ちょっとベッドが長くてですね、あそこの仏間をなんかロッカーとかで使ってもらおうかな、こっち側の人はと思ったけど、まあそれは使えませんね。でちなみにこれ横に階段がつくんで、こっち側に。多分これ、あっち側にドーム付けになるんで、まあそこはベッドスペースになります。さてどうしたものか。まあいろいろあるわな。まあ大体、2部屋全部ベッドを、その効果を持ってたんだけども、スペースの都合上ベッド置けなくなりました。なのでベッドは作る必要があります。はい。まあ2倍材で多分、2倍材と、まあ余ってる10センチ角のやつがある、余ってる材があるので、まあそれでなんとかやっていこうと思います。はい。スペースカッターです。はい、でまあこれはまあ次の日かな、多分ね次の日だったようと思うんだが、まあだいぶよくできてきましたよね。で本来だったらこれはしごがつくんですよ、従来のものだったら。だからとりあえずここで作業止めて、あの階段は作んないではしごだけにしようかななんて思ってもいましたね。でいかんせんそのコンセントをドン付けで、あの元仏間のところに届くようにしないとちょっと使いにくいんですよね。だからそういうところで、まあ、また間違えましたね。でも、まあ、まあ畳の上だからかな、結構揺れるんすよマジで。だから結構きしみとか揺れが気になるんであれば、まあ、自在の単管パイプをつけるやつかな、自在のクランプを、まあ、90度のところかな。やっぱりビスで止まっ、2本のビスで止まっちゃいるけど、まあ、やっぱ心もとないっちゃ心もとないよね。まあ、横にあの材、天井の近いんで、まあ、あの家具が転倒しないようにやるあのチェーンみたいなのあるんですよ、鎖の。
まあ、あれを巻きつけてちょっときつめに欄間のところにね、ビスで打ち付けておこうかなと思います。でちなみに欄間っていうのは動画のね蛍光灯のちょっと下あたりにある、なんだろう、和室と和室の間になんか木で掘ってあるやつかな、あれ欄間っていうらしいよ。まあ、間違ったらごめんね。でもまあ若干ね、家一軒をリフォームするにあたって少しね燃え尽き気味になってた時期っすね。なんで結構ね頭の中じゃあれやんなきゃこれやんなきゃで、じゃああれやんなきゃで、頭の中ではそれをやった後とかもうこれで終わりなんだよねとわかるけど、いかんせんなんか体が動かないんですよね。絶対燃え尽きてます、燃え尽きてましたね。できたようやく。いやもうこういうシステムベッドってまだまだ俺はね作ったことはなくても、まあちょっと俺の肩幅で登ると狭いっすね。あ、まあまだちょっとビス打ってないところもあるけど、ちょっと窮屈だな。意外とねこのシステムベッドの階段狭いね。もうまあこれでないとな、この狭い部屋でワークスペースを2人分確保できないかな。もうちょいビスを閉めて終わろうかなという感じでます。じゃあ次はここやってみます、まあ、一応これのドアをここにつけたいんだが、まあ、一応ですねどうしようかな、引き戸にしたいので、あ、引き戸よりかはお城のバネジョバンの方がいいかな。これを最初これをねこれをこんな感じでつけて、まあ、引き戸にしてしまおうかなと思ったけどさ、ちょっと一本すぎるよ。ちょっと下とね合わないから、長板でちょっと内開き戸にしますか。ちょっとベッドが作れないかな。さてどうしようか。まあまあやってみますか。はい、まあある程度終わったか。はい。まあ、次はですね、これ書斎です。で、これ、ドアをつけるんですが、これね、バネ長板は余ってるんで、どういうスタイルにするかを迷いましたね。まあ、大体、バネ長板を、動画から見て、左側かなにつけて、内開きにするのか、それとも、この引き戸にするかで、ちょっと迷ったんですけど、まあ、もろもろめんどくさいし、引き戸にするレールはなかったんですけど、まあ、襖があるんですよ、もともと。襖の、なんて言うんだろう、あれ、枕木って言うんですかね。いや、枕木とは言わないな。なんとか木、たるきだっけな。布木だっけ。まあ、ちょっと忘れましたけど、それがあったんで、それをなんとか、引き戸用のレールにできないかと思って、バッチリできたから、まあそれでいいわっていう感じでやってきます。でこれが意外にねハマるわけっすよ。で残念なことに、ちょっと1個ね
あれを潰しちゃいます、あの電源コンセント。おー、なので、まあしゃあないなっていう感じはしますね。で、まあまだあの知り合いにあの電光2種を持ってる人がいて、でその人に頼んでできるところまでやってもらって、あのちょっとねコンセントがむき出しのまんまちょっと時間が来ちゃったんで、それをまあなんとか直せられればなっていう感じですかね。まあ、ちなみに、まあ、もうそろそろちょっと出稼ぎに行かなくちゃいけないんで、まあ、これまででいいかなって感じです。はい。まあまあ、やっとね。水平出ました。まあ、多分床が反って、床の値段が反ってる分、水平出づらいから、まあ、これはどうしましたか。まあ、これで一旦打ち付けて、ここが完成ですね。でもまあ、あとは天井なんですよね。あの元クローゼットがここは2つあって、ね、そのクローゼットの天井なんですよね。でおそらくここはね増築部分と思われます。なんか基礎の継ぎ目があるので、多分なんか形がもっと違かったんでしょうね、建物ので。もともとは市街化調整区域外です、ここの土地が。なので、建築申請の義務がないので、建築申請をされてないんですよ。だから記録がないって言われちゃったんですよ。で、そのくせね、固定資産税の請求が来るから、何言ってたんだって、ちょっとね、切れました。もちろん。で、まあ、しょうがないかなって感じです。とにかく天井をね、雲とか虫と、あと断熱もしないとダメなんで、ちょっとそこら辺ですね。いや、今日は意外とはかどりましたな。昨日、もうなんかやってらんねえって、また酒を飲んでしまったんだが、はい、まあ、こんな感じですね。で一応、ここを、ここにまあ、こんな感じ。まあ、机を作り、で、まあ、ワークスペースかな。ここ通りで、まあ、パソコン使おうかって感じなんで、そんな感じにしようかなって感じ。こっちにするのか、まあ、こっちにするかっす。あ、そう、これの配線面のサインで、まあ、これどうするかっていう感じです。これまあこっちにコンセントがあるので、まあ、こっちにしようかなって感じで、あっちはもうクローゼットにしちゃおうかっていう感じっすね。はい、あ、高いな、また引き出しとかね、もう作るのめんどくさいからかっこよかなって思います。はい、まあ、今日はこんな感じです。今日はい、この塔がつきました。そしてまあここ断熱中ですね。そしてベッドができました。まあ、もう一人でオープンできそうな気がします。まあ、あとはこれを打ち付けて、まだいっぱいあるので行こうかなって思います。はい、まあ、一応プレオープンでぶっちゃけ話してるんで、内覧とか、まあ、短期滞在の DM お待ちしてます。ツイッターからすいません。で、まあ、今年はプレオープンなんで、10月20日までのオープンです。で、まあ、もうちょっと僕も出稼ぎ行かなくちゃいけないんで、来年こそはもっと充実させてオープンしたいなと思ってます。まあ、まだ短期のお試し滞在はできるんで、DM から、Twitter DM からどんどん、問い合わせください。バイバイ。